またネタ探してて、うん、YouTube のショート見てたら、うん、すごい面白いの見っけて、うん、日本人と欧米の教え方の違いみたいなので、うん、日本人は下回りスイング、うん、で欧米は上回りスイングっていうのがあって、うんうん、右手がどっちにあるかみたいなやつで、うちの言ってる、うん、その手で手を返してバチンと打つのは欧米だっていうのがあって、うん、日本人は手首を返さないのを教えてるってあったんだけど、うんまあ、これ同じだなと思いつつ、うん、それで日本と欧米の違いなのかどうかっていうのに、うん、疑問だったから、うん、なるほどなるほど、これはもう勝地先生に勝地にしてもらわないと理解できないもんで、はい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 、なるほどですねじゃあちょっと早速行ってまいりましょうか。教えて勝地先生。これはね、うん、アメリカとか日本とかの問題じゃないの、ね、そりゃそうよ、あ、ね、同じ競技だからそうだよね、うん、俺もそう思うわ、あの、ね、そう思うわっていうかそうだと思う。そうだよね、うん、だから教える人の問題なんだって。そう、レッスンの問題だと思う。アメリカのレッスンと日本のレッスンの教え方が違っちゃってんだよね。俺今まで数えきれないぐらいレッスンにお客様来ていただいて、うん、手首を使ってくださいって教えた方はまあ半数ぐらいいるのよ、うん、半数って言ったらじゃあどれぐらいかよって言ったら、多分インペリアで回したら500人以上いるわけよ、うん、その中で手首を使ってくださいって言って打てなかった、失敗した人って何人とか、何人ぐらいいると思う？割とインパクトゼロ本気でゼロ、ゼロ。手首使ってくださいって言っていい球出なくなっちゃった人いない。面白いよねそれね。そうだね、うん、だけど、うん、使うなっておっしゃるから。もちろん使わないで違う動きをして使ったのと同じ球が出たんだったらそれはそれでいいんだけど、うん、あのね、すっごい遠回りなの。結局頑張ってそれをやっていく、成功させるまでの時間の間があるじゃない、うん、下回りスイングで手首を使わないで、うん、したら手首を使って上手くなっちゃってそれを磨く時間があった方が俺はいいと思う。そうだね、ね、それはそうだわね、うん、早い方がいいね。早い方がいい、そう、うん、絶対早い方がいいです、うん、で結局それで曲がるわけでもない、ズルしてるわけでもない、うん、飛ばないわけでもない、うん、それの何が悪いかってことなんだよ、うんうん、でそれってやったことない人がこれはダメなんだって、うん、要は手つかずになっちゃってる、要は食わず嫌いみたいになっちゃってる状態だから、うんうんうん、その今まで手首なんか使ったことなかったって言われたことは何回もあるわけでも、いやそれは使ったうちに入らないし、うん、でそれが使ってるんだったらじゃあ使ってみましょうってどんどん使ってくださいって言って、綺麗にこうスパーンってターンしてる、そしたら球、いい球も綺麗な、それで飛ばなくなった、うん、当たんなくなったっていう人がいないっつうんだから、ほんといい動画見っけてきたね。ね、まんまなんだよね。え、でもその何、下回りスイングっていうか、うん、手首を返さないスイングっていつぐらいから流行ってんの日本で。いやいや、15年。あ、ずっとなんだ。その最近の流行りとかじゃないんだ。結構長いんだ。結構長いね。あのね、20年ぐらい前、15年ぐらい前ぐらいなん、その付近なのね。じゃあ、2005年。25歳とか6歳。俺の25歳とか6歳。そう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 。言われてたんだ、そういうのが。あのね、あった。ちらほら出てきて、うん、一番最初に横文字として俺の耳に入ったのが、うん、ボディーターンだから。ああ、そっからなんだ。そう。要は安定感。うん。うん、だから、ボディーターンでしないことがないから。そうだね。そう。だから、そうだよね。ショルダーはターンするんだもんね。そう。ボディ、ここが止まることがないから、ないないない。過剰に意識しちゃいますよってことをまず分からなきゃいけない。うん。ボディーターンってなったら、うん、当たり前にあるものプラス、ボディーターンになるから。うんうん。あ、そこの注意点をまずできてるかどうかで、まず決まるし、その、そもそも手首を使った打ち方が理解がなければ、正しい手首の使い方なのか、間違った手首の使い方なのかも分からずして、ダメなんでしょって言っちゃって、それで味を占める前っていうか、味を占めないうちにもうそれをもうやらない状態になっちゃってることっていうのが結構あるね。だから、
ボディーターンが生まれてきて、次に左一軸かな。ああ、韓国のやつ。そう。で、その次にね、なんかいろいろ来たんだよね。俺、本当にその辺は興味がないから、うん、覚えてるものしかもちろんわかんないんだけど、うん、数少ないんだけどさ。まあ、後々こう引いて引くとか、こうなんかヒップバックとか、そういうものがいろいろ出てきたんでね。さすが勝地先生。そこはもう褒めないで。そういうものが出てきて、俺も耳にするようになって。でもさ、全部逆だったわけじゃん。うん。それ聞いた時にどう思ってたの、その時は。あ、俺はね、その時は、やってみたりするの？興味があったものはやってみたけど、うん、あ、俺こんな暇ないと思った。あ、そっか。あ、そうだよね。いっぱい言ってるもんね。自分ね、やることが。まだその時にプロになってなくて、うん、まだ準備期間があって、うん、10代後半、20代前半だったら、取り組んでみようと思ったけど、うん、25、6じゃない。なっちゃってるから。そう。もう、そんな時間ないよねって。もっと自分を磨くしかない。そう。今を磨き上げるしかないなと思って。だからいろんな研磨剤買ってきて、うん、いろんなバフがけして、うん、ピッカピカにしようと思って。そうなんだ。あ、本当にそんな時間ないと思った。スイングをそもそも変えたくない人だから、はい、だからそういうのもあったし、うん、取り入れないっていうのもね。うんうん、だけど、どうなってたか、入れてどうなってたか、もちろんやってないから分かんないけど、うん、俺は良かったなと思ってる。だから、10-0 で上回りスイングだし、上回りスイングだし、下回りって考えたこと、俺の頭の中で、下回りスイングっていうのはもう自動化だから。うん、上が動いて、スムーズに動かすために、下をどう使うかって勝手にやってるものだから、下からどう動いてっていう意識はもう、本気でゼロなわけよ。うんうん、だから、その下回りスイングの意識がそもそもない。うん、その人より俺は腕力もないし、その戻す力がないから、上回りスイングをやらないとクラブが戻らないっていうそもそもの前提があるから、下を意識をしない。要は、こう止めとく方にすごく意識をつけて、こう上をスムーズに使わせてあげることをメインとして考えてきたから、うん、だからそういう意識っていうのはないね、下を使うっていうのは。だからこうストッパーだけこうロックしてロックするっていうこういう使い方しかしてないから、まあ、それで俺は全然いいと思うし、だから無理にその今のショット力精度を失うんだったら下半身使う必要ないですよってこと。それは本当思う。でもその日本と欧米の違いで、やっぱアメリカ行くと全然違うわけ。レッスンは全然違う。ジェフが言うこととか全然違う。全然違う。ジェフ・アルビストンっていうコーチだったんだけど、ジェフ先生はね、ワンラップゴルフの YouTube みたいなことを言うわけ。その、お前はああいうショットを打ちたいから、クラブパスがこう通ってきて、ここにヘッドを出していかないと、そういう球は出ないぞっていうわけ。だから、体のことは一切言ってないでしょ。ああ、ほんとだ。だから、クラブをここ通して、こうするには、お前の好きな体の形になってくれって。じゃないとその球は 100% 出ない。純粋なその球は出ないっていう。なるほどね。そうだからここを通すためにはこうしようが、こうしようが、こうしようが何でもいいわけ、そうなればね。そうなクラブがそうなればそういうこと。だからトップ選手って同じスイングいないだろって何回も言われたから。そうなんだ。そう、そこを通そうとしてるから、そこを通そうとしてるからスイング違うけどみんな同じ球打つ。ああ。それもあって、じゃあ、ワンナップゴルフが生まれてるわけね。そうです。だワンナップゴルフ、ジェフバージョンも出るかもしれない。そうそう。ね、うん、それぐらい忠実にやってる。ああ、まあまあまあ。うん、でも、まあ、そういうことよね。そういうこと。だから、アメリカ人のピッチャーってさ、もう腕だけで投げてる感じの人はすごく強いじゃない。うん、もちろん体は使ってる、このまま投げてる人はいないからさ、だからもちろんゴルフだって、もうパッて振ってる人いるけど、こうなってる人は全員じゃない、だから使ってなくはないんだけど、そうだからどういう意識をしてるかどういうイメージをしてるかって結局結果が相当変わってくる。俺ねレッスンやってて今の話つなげて思うことは、自分で打ってない人はほとんど。自分で打ってない。自分で打ってない。本当ね、俺めちゃくちゃ言いたいのは、例えば
こうやってフックグリップでするでしょ、うん、ウィークグリップでするでしょ、うん、これってあのね、自分で打ってない人はウィークグリップにしたら右行く、フックグリップにしたら左行くの、うんうん、つま先下がったら右行くの、はいはい、つま先上がったら左行くの、はいはい、俺は全部自分で打ったから全部まっすぐ行くわ、はあ、こうやって、うん、こうやって構えて、うん、自分でまっすぐ打とうとしてるから、うん、これでまっすぐ行くクラブの使い方をしてるわけ、うんうんうん、こうなったら、うん、あ、左行く確率が高いんだから左行かないようにまっすぐ行かせて打つ打ち方をするわけ。それは傾斜もそう。あ、だけどただ振ってるだけ、クラブの重力でポンって出してるだけの人ってそのまんま結果出るから。あ、まあそうだね。そう、それが結局自力で打ってないから。あ、それ前言ってたあのパターの話と一緒だ。あ、一緒だね、全く一緒だね。斜め向いてそうまっすぐ打とうとしたら打つけど、まっすぐ向いてるからまっすぐ打とうとしなくなっちゃう。そう、それと一緒だよね。 そっちに行かそうとしてないっていうか、そういうふうに打とうとしてないっていうか。そう、だからそのグリップの向き一つにしても、うん、自分で打たなかったらダメなんだよね。うん、だからこうだからこうっていう言い訳が本当はできないはずなんだけど、うんうんうん、例えばあのタイミングがずれたとか、うん、そもそもプレーがずれちゃってボールが乱れたっていうのは分かるんだけど、うん、いいスイングした上で今のフックだったか左行ったとか、うん、そういうことって自力で打ってる人ってあんまりないんだよね。あ、そういう結果にならない、うんうん、だからそういうのがすごく重要で、うん、自分から何かをしてるかどうかっていう判断っていうのはすごい大事、うん、めちゃくちゃ大事だなと思いますよ。日本とアメリカのさ、そうですよね、まあ、じゃないよねそう、日本の教えと欧米の教えがもう全然違うっていうこと、うん、でも違うよね。それ探してる時にあの片山慎吾さんの動画出てきて、アプローチで振り遅れんだっつって、いつも平井くんがこうやるやつあるじゃん、こうやるやつ、こうやってるんです。そうそうそう、そうやって振り遅れてんだって言ってた。だからプロは知ってる、ツアープロは知ってんだ。だ、言う必要ないから言ってないだけって大昔から言ってんの。そうだよね。だって言う必要ない、自分がだって賞金稼げればいいから人に教える必要ないじゃん。必要ない、うん、だから振り遅れないでねって言ってないだけなんだ。振り遅れないようにしてるの、せいにしてたね。だって振り遅れたら稼げないんだからしてるでしょ。してる、絶対してる。だって、うん、絶対してんだよ。そう、だってプロ右行かないんだから振り遅れてないってことだ、ね、そう言ってないけどね。うん、自分の遠心力に自分で勝てない人が多すぎる、うん、それはやっぱ飛ばしたいから遠心力が勝っちゃう人が多いからね、うん、でもそれをプロはそのスピード内、自分のこうカバーできるスピード内の中でやってるから振り遅れないだけで、振り遅れないように何かをしてる、絶対に、うん、だからそれを分かってます。まあそれか、まあアメリカのツアープロが言ってくれるか知らないけどまあ言ってないよね。まあ本当にタイガーが出たてとか、うん、出て10年ぐらい、15年ぐらいっていうのはめっちゃくちゃ振り遅れたからね、うん、そうなの。そうだよ、もう本当ちょっとタイガー好きな方とか、うん、アメリカツアーをケーブルテレビで見てる方なんかは、もうタイガーのこうやってやるのとかは、もう結構目に焼き付いてると思う。振り遅れてる。振り遅れてる。もう、こうやってやって、これ振り遅れだ。そういうのは、タイガーですらあるんだから。まあ、しょうがないよね。まあ、あんな早いんだから。そうだよね。だから振り受けないようにするんだもんね、誰でも。そう、今のめちゃくちゃ神回答なの分かりました。だから振り遅れないようにするっていうんです本当そうなんですよ。タイガーが振り遅れないようにしてんだからさ、普通の人さもっとやんなきゃいけないんだよね。毎日練習してんだからタイガーしかもあんだけすごいんだもんね。そう、あんだけすごいんだ。タイガースラムやっちゃうんでしょ。そう、間違いないですメジャー全部勝つってやばいよね。やばい、それ2回やってんだからねやばいよね。やばい。だけど振り遅れんでしょ。そうだよああいう松山くんだってあるし、亮くんだってあるし、みんなあるんだけど気をつけてます。そうだよ。だからそういう意識を持ってやることも大事なので、うん、自分のマックスを打つだけがやっぱドライバー全てじゃないので、そういう意識を、まあスコアを意識するんだったらやってみてください。日本のレッスンどうなっちゃってるの、いろいろ言いたいことあるんですけど、まあ、レッスンの、まあ、ことについてちょっと動画を撮ってきました。
最後の方は間違いなくカットでございます。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。